今回は名人戦の最終予選から、伊田篤史八段対依田紀基九段の碁を、見ていきたいと思います。伊田さんの黒番ですね。最近ではそうですね、普通にこう開かないことが多いですよね。ちょっとこのように頑張って、白もつけて、そうですね、このように打てば黒も穏やかで、白もね、このように開いて、満足するっていう分かれですね。切って、これは難しくなりますね。一応こちらの図もあると思うんですけどね。これはこう、こういうのもね、あるとは思うんですけどね。穏やかであるとは思いますね。ただ、評価値的には黒の方がいいってなってるのかもしれません。このように頑張りましたね。これも振り返りですね。から、こういうところはそうですね、何か受けてしまうと利かされ、厚いところからね、受けるのは利かされなんでね、跳ねたらどうするんでしょうかね。跳ねか、こちら跳ねるとか、こちら跳ねとかでしょうかね。こんな感じで、理想的にはこういう進行とかでしょうかね。黒はこちらで受けましたね。で、下受けましたね。で、切って。ここだけ決めて、ここに潜っていきましたね。下がりですか。下がりっていう手は初めて見たような気がしますね。この石を動き出すんですね。これもすごい手ですね。割り込んでくれれば、捨てましょうっていうことですね、黒は。手厚い打ち方ですね、これは。これは伸びると、伸びると利き筋が多いっていうことでしょうかね。これは、なるほど、こう打てないんですかね。当たりからこうやって、こうやってね、この石が取られてしまいます。なので、逃げるのは2と打たれてダメということですね。ですから伸びて、このように分かれました。白模様がね、できると思ったら、黒の方はね、ここが模様になってきましたね。黒はやはりね、こういうところはね、真剣に囲わないんですよね。荒らし合いを目指して、この辺りで囲いましたね。非常にこの後の寄せがね、難しいような碁ですよね。この辺りはね、一手難しいと思うんですけど、なるほど、この石が目がなかったんですね。なので、こうやって受けざるを得ませんと。後からちょっと黒がじりじりとね、地がついてきた感じでしょうかね。うまく寄りついてる
のかなという感じです。まあ大体このぐらいですかね。まあ、結果は一目半勝ちということで、伊沢さんが、あと2勝ですかね、2勝で名人リーグに入るというところですね。じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。それでは失礼します。